T.S. エリオットは、イギリスの詩人、文芸批評家。五部からなる調子、荒れ地や襲撃、寺院の殺人によって20世紀前半の英語圏で、最も重要な詩人の一人と評されるほか、創作における歴史的伝統の意味を論じた、伝統と個人の才能などの評論で批評家、保守派文人として、欧米の分断、言論に、巨大な影響を残した。 1948年にノーベル文学賞を受賞。1888年、アメリカのミズーリ州セントルイスで富裕な実業家の家に第七子として生まれる。エリオット家は17世紀にイギリスのサマセット州から移住してきた家系で、祖父が牧師として赴任してきて、以来、教会の建設や大学創設への貢献によってセントルイスの名家として知られていた。 父母とも司祭があり、恵まれた文学的環境で成長する。1898年に、スミス学院に入学。1904年、セントルイスワン国博覧会を探訪中、フィリピン会場のイゴロット村に見せられる。翌年執筆した短編、昔は王様だった男は、その探訪成果である。1906年に、ハーバード大学に入学。 フランス文学と古代、近代哲学、比較文学などを学ぶが、やがて、アーサー・シモンズ、文学における、象徴派の運動などに触れて、モダニズム運動への系統を深めていく。1909年には、大学院へ進学、ジョージ・サンタイアナとアービング・バビットから指導を受け、特に近代の進歩に懐疑的立場を取るバビットに、共鳴したとされている。同時期に、 学内の同人誌に詩を寄稿し始める。1910年にパリへ留学。当時のパリでは新しい文学、思想運動が相次いで勃興していたが、とりわけコレージュとフランスで調校したベルクソンの講義やシャルル・モーラスの反古典主義に強い影響を受けた。この頃書かれたのが、 初期の代表作、プルーフロックの連歌で、ベルクソンの純粋持続の観念に大きく影響されている。1911年末に、ハーバード大学へ戻り、サンスクリットと古代インド哲学の研究に没頭する。1914年にはまずベルリン、ついで、イギリスに渡った。イギリスでは、オックスフォード大学に滞在して、 関連論哲学者 FG ブラッドリーに関する論文を執筆し、これは2年後にハーバード大学へ博士号請求論文として提出されたが、結局学位は取得しないままとなった。1915年には先輩詩人エズラ・パウンドの誘いに応じてイギリスへ拠点を移し、オックスフォードで知り合った女性ビビアン・ヘイウッドと結婚した。しかし父親は、 ビビアンとの結婚に強く反対し、また、アメリカを離れ、一族の信仰だったユニテリアン派を捨てたエリオットに、対して遺産の相続を拒否。そして、エリオットが死んだ場合にも、ビビアンへは、財産が依存されないよう取り決められた。そのため、不勇な一族の息子として、欧州とアメリカを自由に危機しながら、施策と学業を続けていたエリオットは、一転して、 経済的な苦境にさらされるようになった。さらに妻が神経症を患ったため多額の治療費が必要となり、一般向け公開講座の講師や雑誌への寄稿などで家計を支える生活が続いた。1917年にロイズ銀行の障害部門に職を得てからは生活が安定し始め本格的な文学活動を開始する。パウンドが主催者の一人だった。 文芸誌の編集に加わったほか、パウンドの助力を得て1917年に第一詩集、プルーフロックとその他の観察を刊行している。1919年にバージニアウルフラが経営する出版社から刊行された詩集から1919 19年、また翌1920年に主要な初期作品を収めて出版された詩集、我何時に来うは 大きな成功を収め、英米両国において、エリオットは、英語圏における、重要詩人としての名声を獲得することになった。1920年にはまた評論集、聖なる森を観光。ここに収められた、伝統と個人の才能や、ハムレットとその問題は、アメリカの分断にとどまらず、ケンブリッジ大学で学問としての英文学の、精密化を目論んでいた。 I.A. エ i チャーズ、その学生、F.R. リ e ビスなど、アカデミズムでも幅広い範囲で、大きな衝撃を持って受け止められ、ここから新批評が始動してゆく。1922年、編集委員に加わって、帰還誌、クライテリオンを創刊。この創刊号に掲載されたのが、上司、荒地である。この詩は1920年頃から書き継がれていた作品で、21年に、 スイスのローザンヌで病気療養中に完成、翌22年にパリでエズラパウンドに批評を求めた上で完成させている。同年アメリカとイギリスで単行本として出版されると全く新しい歌の登場として英米の文学界で直ちに大きなセンセーションを巻き起こした。タイムズ文芸付録は世界の混乱と美を同時に描く感動的な作品と激称したが、 一方で主としての体を成していないとする批判も多かった。しかしそこに盛り込まれた都市のイメージ、ジャズのリズムを反響させたしくは、第一次大戦後の新しい感受性の現れとして、学生や詩人の間で熱狂的に読まれることとなった。妻の病気と銀行の仕事に追われながらの文学活動は苦しいものであったが、1925年には、 代表作の一つ、うつろな人々を発表し、ますます文明は高まった。同年エリオットは銀行を退職、編集者として、後のフェイバーフェイバー社で働き始める。1950年頃のエリオット。1927年、イギリス国教会で洗礼を受け、また、イギリスの市民権を取得する。翌28年の、ランスロット・ルーズのために、の序文で、 彼は、文学においては、古典主義、政治では、王統派、宗教は、アングロカトリックと自分の立場を宣言している。母の死後に発表された1930年の、灰の水曜日は、ダんて、新曲のベアトリチェを思わせる聖女が、煉獄の階段を登るという宗教史の気配を強く、まとうものになった。この頃から、エリオットの名声はさらに高まり、 1932年には、ハーバード大学教授に招聘され、17年ぶりにアメリカへ渡った。アメリカ滞在中には、プリンストンやイエールなど多くの名門大学で講演を行い、それをまとめた、死の公用と批評の公用で表明された刺激への関心が、後に殉教者、トマス・ベケットを扱った、刺激、大聖堂の殺人などに結実してゆく。 またアメリカ滞在中に、妻ビビアンと別居するようになった。イギリス帰国後の文学活動はさらに幅を広げ、野外演劇フェスティバルへの参加、ケンブリッジ大学での講義など多忙を極めた。この頃を書かれた猫の詩、ポッサムおじさんの猫と付き合う方は、エドワードリアへの関心から書かれたナンセンス詩で、エリオット没後にミュージカル、キャッツに本案されて、人気を博することになる。 戦争中に書かれた作品の代表的なものは、四つの四重層、で、これは危機を迎えた社会における古い伝統や歴史の重要さに目を向け、文明が再生する希望を語っているなどと評された。戦争が終わっても英語圏の論壇で常に注目される批評家としての活動は続き、キリスト教社会の理念や文化の定義のための覚書などを相次いで刊行する。 この頃、妻ビビアンとの距離は決定的なものとなり、ロンドンで友人のジョン・ヘイ・ウォードとの共同生活を始めた。1947年には、1933年に、離婚していた元妻ビビアンが、入院先の病院にて、休止、さらに兄も死亡した衝撃で一時施策は停滞したが、同じ年に、ハーバード大学から、名誉学位授与、 翌1948年には、英国王ジョージ6世から、メリット国、さらに、ノーベル文学賞を授与されている。以後は、世界的知識人、文人として、ヨーロッパとアメリカを往復し各国で講演、講義を行いながら、数多くの評論、刺激を発表し続ける。私生活では、エリオットの秘書を務めていたバレリー・フレッチャーと1957年に、結婚。 1965年に76歳で亡くなるまで出版社の重役でもあった。指針などの文書類を2020年まで一切公開しないように妻バレリーに遺言を残した。亡骸は遠い祖先の村だったサマセット州イーストコーカーの聖マイケル教会に葬られている。1984年には マイケル・ヘイスティングズによるエリオットとビビアンの生活を描いた戯曲、トムビブが書かれて公演され、1994年には、放題、愛しすぎて、詩人の妻として映画化されている。有名な、4月は、残酷極まる月で始まる、長編詞、アレジで、第一次世界大戦後の不安を描き出した。また、評論、伝統と個人の才能によって、 保守主義の思想家としても知られている。この中で、エリオットは、詩人とは表現するべき個性を持たず、特定の表現手段を持つ人で、それは、個性ではなく手段であり、その中で、印象や経験が特殊な予期せぬ状態で結合すると、述べている。アレチ1921年に書行を執筆。エズラパウンドの助言により、エピグラフの変更や、 エピソードの削除等を行った。1922年に433行の調子として文芸誌に発表した。フレーザー、禁止編の聖杯伝説を骨格として、聖書、ダンテ、シェイクスピアなどの引用を散りばめ、意識の流れの手法も用いて、第一次世界大戦後の荒廃した世界と救済への予兆を描き出した。末尾には、 サンスクリット語も使用され、インド思想の影響も指摘されている。四つの四重層1935年から1942年発表の、バーントノートンなど四編を一つにまとめたもの。荒れ地のような緊張感は低く、初期作品と比べると、宗教的な主題がより鮮明となる。大聖堂の殺人1935年に発表された刺激、殉教者、 トマスはベケットを主人公とする。無印紙で書かれている。ジーンの殺人の大二幕に登場する誘惑者と主人公、トマスの対話は、シャーロック・ホームズのマスグレーブ家の儀式を真似たものである。カクテルパーティ1949年発表の刺激。エウリピデスのアルケスティスにそうを得て、弁護士、エドワード・チェンバレンとその妻、映画脚本作家ピーター・キルプ。 女性詩人、シーリア・コプルストーンの4人の恋愛関係を、精神科医のヘンリー・ハーコーとレイリー・キョーが解決する。現代社会を喜劇的に描いたものである。キャッツ1939年、児童向けの様々な個性的な猫たちについての15編の詩から、なる、キャッツマイナス・ポッサムおじさんの猫と付き合う方を、発表した。ポッサムおじさんは、 エズラ・パウンドがエリオットにつけたあだ名である。エリオット没後、ウエストエンドとブロードウェイにおいて1981年に、初演されたアンドリュー・ロイド・ウェバーのミュージカル、キャッツの原作となった。荒れ地の衝撃は、世界各国と、ほぼ同時期に、日本へも伝わり、1925年には、イギリス留学から帰国した、西脇純三郎が、慶応大学で、 エリオットを講じているほか、春山幸男らが雑誌で、モダニズム文学を紹介しているが、本格的な需要は、戦後になってからである。1952年に、西脇が、荒れ地全役を観光、深瀬元博や吉田健一も、相次いで、独自分けを発表した。第二次大戦後に活動を開始した、田村隆一や相川忍鹿島昭蔵、北村太郎、 中桐正夫などの詩人には、荒地派の名前が完成られた。非表面では、山本健吉が、エリオットの伝統概念を、日本の古典文学に応用した、古典と現代文学を1955年に発表しているほか、また福田恒有は、一族再会、カクテルパーティーなどの刺激に強い影響を受けて、ラジオドラマ、崖の上などで詩と劇の融合を試みている。 プルーフロックと、その他の観察プルーフロックアザーオブザベーションズ、詩集1920、ポエムズ1920、アレチザ・ウェンストラント、うつろな人々ザ・ホローメン、肺の水曜日アッシュ、ウェンズデー、キャッツマイナスポッサムおじさんの猫と付き合う方、オールドポッサム、エスブック・オブ・プラクティカル・キャッツ、四つの四重層、フォーカル・ペッツ、闘技師、スイニー・スイーニー・アゴニー・ストゥス、 フラグメンツ・オブ・アン・エアリスト・フェニック・メロドラマ、大聖堂の殺人・マーダー・イン・ザ・カテドラル、一族再会・ザ・ファミリー・リユニオン、カクテル・パーティ・ザ・カクテル・パーティ、ー、秘書・ザ・コンフィデンシャル・クラーク、元老政治家・ザ・エルダース・テイツマン、聖なる森・ザ・セイクリッド・ウッド、刑事上詩人論、ザ・メタフィジカル・ポエツ、4人のエリザベス朝劇作家、フォー・エリザベス・アンドラマティスツ、 死の公用と批評の公用、The Use of Poetry and The Use of Criticism 威信を置いて、After Strange Gods キリスト教社会の理念財でアオブ、A クリスチャンソサエティ、文化の定義のための覚書、Notes to Arts The Definition of Culture 死と劇ポエトリードラマ、死における3つの声 The Three Voices of Poetry 批評家を批評する。 ツークリティサイズザクリティックアレチ4つの四重壮大制度の殺人カクテルパーティーキャッツ。ありがとうございます。